はい、ちょっと動画出す暇があんまないんで、もうちょっと短いのでやっちゃいます。一応ね、無課金攻略10までやって、元気ドリンクは3個残りで、ちょっとね2番目のアカウント助けてるんで、あれで一応ね、なんとかこのメンバーで倒したよ。そんで合成だよね。よいしょ。サタンの仮面、合成ゲット。はい、マスクドサタンになりました。ちょっとね倒すの大変だった。連鎖ってのがねなかなか慣れなくて、また聴力の腕は使っちゃったよ。この残り8分とかになってんだけど、聴力の腕は使って、これでも使わなかったら倒せなかったな俺。でデカプに作って、このぷよぷよ赤技レベル4で、でアルルでギリギリ倒せたな。今回ちょっとえらい面あったな。ちょっとびっくりしたな。なんでちょっとギリギリにしてはちょっと危なかった。ちょっと2番目のアカウントも今9まで行ってるんで、なんとか倒せればいいんですけど、はい、こんな一応ね記録として残しとくために動画撮っときましたけど、なんだかな、なかなかマスクドサタン大変、私には大変でした。であとね、なんだっけ、サタンがいるんだよな。サタンがいるからこいつもやっとかなきゃいけないんだよね。そうしないと、でもこれはね特攻がいるから、このアカウントはね多分いけると思うんだね。サンタクロス、なんかたまたま2体いるから。ただよく考えたらあれだよね、あのミッションクリアしたいんだよな。これが欲しいんだ、魔導書が。なんでちょっとね倒すとこお見せできなかったあれだけど、もう一応ね、はい、ゲットしました。マスクドサタンはね強い妖怪なんで、ぜひ愛用したいと思うけどね。もうなんか本当ゲットだけ。おはじきワイポイントアップももう意味ねえや。これ書がないと意味ねえな。繋がりやすくなるは結構イベントで使えるからな。まあいいや、はい、という感じでした。魔界のプリンスサタンがマスクをかぶった姿、魔導世界の重要人物、周りに迷惑なことばかりする困ったやつっていう感じでしたね。本当はエンディングも撮りたかったな。